1年半ぶりに決意。ちょっとおととしの2020年の7月に。数字30%オフでも1,510円で1,631円から3割引き。おまま行ったらでかいな。とりあえず半分何のスパイスだったか忘れた。書いといたらいいんだけど。今回はちょっと水が多かったかな。でもなかなかうまそうに炊けてますね。
じゃーん。じゃーんじゃねえよ。早く乗せないと。早く乗せないと。どっちへ行こうか。どっちへ行こう。とりあえずこっちへ行こうか。平日なんですけどね、結構来てるんですよ。10組ぐらいおるの。今回はね、忘れ物が多いんですよ。まずね、
カセットガスボンベを忘れました。まあでもオーディ缶は常時。サイバトロンのバッグの中入っとるんで、今回はそれで粉が消えました。あとね、ペーパータオル忘れました。あれだけ便利や言うてる。やっぱり当日の朝に用意してたらダメですね。用意というよりも積み込みだけみたいな感じでしょ。何を忘れて何を忘れてないんかもさっぱり分からない。だから急遽車に積んでたティッシュペーパーでなんとかしてますけども、用途は一緒なんで。ご飯は完食です。今回は洗い場付きサイトなんで、まあ、洗えるって言ったら洗えるんですけどね。みんなご飯粒を流したらダメやし、なのでゴムベラで取れるぐらいまで柔らかくしといて、あとでティッシュで拭きます。多分クロスのスパイスっぽいな。水ムのフライパンなんですけどね、フライパンディッシュ。前回キャンプ場で予約をして次の日に届いた言ってましたでしょ。
熱中がなかなか手に入らなくて、今回のキャンプでは無理かなと思ってたんですけど、大体25日前後に中が発売されるのが予想ですけどね。で11時57分にタイマーかけて、そこからログインして、大体12時3分から5分の間で出品されますんで、出品中か再入荷されますんで、その後にメールが来るんですよ。だから早めにログインして、ソールドアウトがなくなった瞬間にカートへ入れて、そこ決済すると、ちまちましてたら間に合えへんのよね。そしたら中の大きなやつも買えるんです。今回持ってきましたよ。で息子名義で1枚買うてくれ言うから、とりあえず1枚このショーの方は買ったんですけどね。で一応家族でということで、ほんだら息子はキャンプせえへんはずやのにな思っとったら、プレゼントしてくれたんですよ。どうも俺が最初に1枚もらったって、もらったっていうか買ったっていうのを知らなかったみたいで、なぜ欲しい欲しいばかり言うとったから、俺のおらん間にログインして、自分でログインしてなんか買うてくれたみたいです。今回晴天の霹靂、米持ってくるのも忘れましたし、でここではドローン飛ばせませんけど、道中で飛ばせそうなとこあったんで、久しぶりにドローンを飛ばそう戻ったんですけど、結局それも忘れちゃって、だからガスボンベ忘れて、ドローン忘れて、ペーパータオル忘れて、忘れてると思うし、そんな気がする。あと広葉樹の薪ってほんまに長く燃えますね。最初に3個くべただけなのに、まだ7時16分、5時半ぐらいからつけたんですけど、まだ燃えてますからね。あ、いいね、やっぱし。とりあえずお肉はごちそうよ。
でいいんじゃん、ほんまに。なんか美味しいな、マジうまいな。ビール苦手なわしでも。